タヤンカンタヤンカンは、モンゴル高原西部の遊牧部族連合、内満の最後のカン。漢字表記は、東美カン、太陽下タイ美カン、修士などのペルシア語表記では、テインクカーンと表記される。実名は、タイブカ。父は、イナンチュ、ビルゲブクカン、母及び妻はグルベス。子は、清涼の王となったクチュルク。内満族の君主イナンチュ。 ビルゲブ仏刊の死後、その西大部カとその弟ブイルクは、父の愛称を取り合って、不和となり、部族を分裂させた。大部カは、父のとばり殿と平原地方を保持し、弟のブイルクは、自分とのつながりの深い数部族を率いて、アルタイ山脈に近い、キジルバッシュの産地に退いた。大部カは、緊張の皇帝からもらった、台湾という称号を帯びていたが、モンゴル人がこれを、 タヤンと発音したので、タヤンカンと呼ばれた。タヤンカンは、モンゴル族の主張テムジンの流々たる勢力を見て、オングト族の王アラクシュテギンへ施設を派遣し、森の王テムジンに対して共闘しようとこうた。しかし、アラクシュテギンはこの申し出をテムジンに通報した。1204年春、テムジンはクリル隊を招集して、内満侵攻を決定し、秋を待って内満領土に進行した。 タヤンカンは、アルタイ山から出発し、カンガイ山のふもとにその本陣を置いた。タヤンカンの軍旗のもとには、メルキ島の徳とトアベキ、ケレート首領のアリン大使、オイラ島のクドカベキ、ジャジラ都市の首領ジャムカ、その他、ドルベン、タタル、カタキン、サルジウトといった諸部族が集結した。両軍がわずかの距離に接近したとき、 内蔓軍は敵の陣営から痩せた馬が出てきたのを見て、モンゴルの騎兵が悪い状態にあると判断し、タヤン・カンは軍をゆっくり配信させ、敵を披露させようとしたが、ウの一人こり、スベチが、先代は決して自分の背は愚か、馬の尻も敵に見せたことはなかったと還元したため、その計画を取りやめた。退陣中、ジャジラと氏族のジャムカは、モンゴル軍の隊列を見て、敵は今、 かつてないほど良好な状態にあると言い,い、戦場から離れてしまう。同じ日、両軍はやや広々とした渓谷において、戦闘を開始し、日の沈む頃になって、内満軍はついに逃走し始めた。多山間は全身に負傷を受けて、ある高地の上に退却した。彼の重臣たちは彼を鼓舞しようと努め、コリすべちは、彼の最小たち、特に長期、 グルベスが清掃して待っていると叫んだが、その効果はなく、出血のため衰弱したタヤンカンは地上に倒れたまま動かなかった。その後、幸福を拒んだコリスベチラは、玉砕を決意し、モンゴル軍に突入して、ことごとく戦死した。ありがとうございます。